片峰誠は、日本の政治家、教育者。福岡県飯塚市長。福岡県飯塚市出身。第一薬科大学薬剤学科卒業。1982年4月、飯塚市立飯塚第一中学校の教諭となる。1991年4月、飯塚市立鎮西中学校の教諭となる。2004年4月、穂波町立穂波西中学校の校長に就任。 2010年5月、飯塚市教育委員会教育長に就任。2017年1月11日、平日の会長時に駆け回じゃんをしていたことが、発覚した飯塚市長の斉藤守氏と副市長の田中周哲は、記者会見を開き、1月31日付で辞職すると発表。これを受けて同年1月20日、辞職に伴う市長選挙への出馬を表明した。 この時、片峰は、斉藤や田中と共に掛け麻雀をしたことがあると、記者会見で明らかにした上で、今後は一切しないと強調した。同年2月26日に行われた市長選挙に、自民党、民進党、公明党の推薦を受けて出馬。元市議の小畑俊幸らに候補を破り初当選した。投票率は43.14%。 当選を決めた片峰は、市内の事務所で、飯塚市を未来に向けて前進させたい。麻雀は、一生しないと決めていると述べた。2021年1月31日、無投票で再選。ありがとうございます。